こんにちは。ワールドラバーマキトルグッチと ARI 卓球スタジオのまさこちです。決めますね。今回もまた素晴らしいですね。またしっかり決めますね。ありがとうございます。今日も出ていただきありがとうございます。いや場所も貸していただき本当にありがとうございます。いやもうまさこちのいつもの、なんかもう見せるプレーがすごい。わざとらしい感じが今日あのちょっとまさこち何度も私やられたことあるんですけど、ノーガードの、 あのバックハンド、あれをちょっと今日教えてほしいな。あれをですか。はい、ちょっと私はあのちょっと多分できないんですけど、ただあのいつもまさこち勝負どころになったら必ず超えてるじゃないですか。そうですね。もうあれ困るんですよ、逆にサーブ出すと。そうですね、困らせてますね。はい、あの構えされたらどうしようっていう感じにはなるんで、あれ教えちゃいますか。はい、ちょっとあのぜひあの秘伝のまさこちの技なんで、誰も世界のトップ選手もサーブしてないです。誰もやってない。多分 YouTube こう世界中に私ちょっといろんな結構見てるつもりなんですけど、やっぱまさこちのあのバックハンドだなっていう。これちょっと多分あのあれは今日多分いつも大体見てる人は、あのちょっと見せるためだけにやってるんでしょっていう感じで思ってる人も多分少しはいると思うんですよ。なるほど。はい、その見せプレーで。なるほど。これは勝つためのあれ作戦なんですよね。むしろ勝つためにやってます。それがすごいですよね。勝つためなんですよね。もうちょっと動画で見るだけでまたやってるよ。またやってるよ。またこうやってまた調子になってるよみたいな感じ。ちょっと若干こう笑いながらこう、みんな楽しんでいるような感じですか。あれは作戦。そうですね。まああのみんなに見て喜んでもらうとともに、僕自身はあの試合してるので、そもそも負けるために試合出てないので、そうですね。はい、そうですね。すべてはもう終わっちゃいますからね。その日じゃ。すべての技術は勝つために。あの。じゃあ早速教えていただいていいですか。ぜひぜひ、はいはい、お願いします。はい、で、はい、まずじゃあ、あのノーガードバックドライブということで、あの、まあ、勝負どころで、まあ、あのもうバックドライブしかしないよっていう構えをして、まあ、強打バックドライブ、まあ、ぶちかましていくっていう、もう横で見た時でもすごい姿勢がもう現代の卓球その体の正面にとか言いながらこれを感じてこうやるんですけど、衝撃っすよ。もはやもう絶対バックドライブするぜっていう、しかも、フルスイングするよっていう空気をまず出す。なるほど、出た。出た。その雰囲気を醸し出す。その雰囲気自分もやられて、そうです。迷いました。そうです。どうしようか。これも覇気の領域なんです。覇気の領域です。そうです。だから、まずその雰囲気を出すっていうことがポイントですね。まず一つ目。で、二つ目のポイントは、あの勝負どころ、要はラブオールとかファイブオールとか、まあ、シックスオールとかそういうところでは一切出しません。ほう。もう自分が9点10点取った時の、さらに相手がサーブの時です。自分がレシーブの時だけです。確かに自分の時もやられた時本当に10入った時だったんですね。なのでもう10する時とか、あとはもう10点取った時、9点あと1分で10点取る。ちょっと大事な場面ですよ。すごい大事な場面であえて使うんです。その時点で相手はもうマイナス思考になるというか、いやもう実際自分はもう迷いましたよね。そうですね。自分のサーブ その今までこういうふうにコントロールするとサーブって好き勝手にできる唯一のものじゃないですか。相手関係なしで自分の それがまさこして対決した時になんか自分より若干初めて相手の構えを見てちょっと戸惑ったっていう、動揺したんです。だからまずその勝負どころっていうのは相手も勝負どころなの で、 そ、 うです、ね、そこで思い切った雰囲気を出す、まあ、ポイント1とポイント2を掛け合わせる。なるほどなるほど。それによって、相手に、すごく精神的なダメージをまず与えてサーブのクオリティを落とさせます。そもそもそうです、ね、確かに選択肢がないの、はい、そうです。普通に出せないのじゃん。いや普通に出せない。実際
なんかロングサーブ出した気がしますね。そうですね、はい、まあ、その接戦の場、はい、接戦の場面でも、はい、まあ、丁寧にしっかり出すって難しいじゃないですか。そうですね、実際、はい、だけどそこでやっぱ相手にそういったあの雰囲気をぶつけることによって、はい、さらに相手がもうサーブをうまく出せないんですよ、はい、っていうまず精神的な攻撃を仕掛けてる、ね、はい、本当に破壊力ありますね。そうです、覇気ですから、はい、覇気です攻撃してますで、ポイント3です、はい、ポイント3は、はい、万が一、はい、ここに出てこなかった時のことも、はい、予測しときます。なるほど。むしろこれが一番大事かもしれないです、はい、ほう。なぜかと言ったら、はい、やっぱどうしてもここでフルスイングするよ、はい、フルスイングするよって言って、はい、ここにボールが来なかった時にこっちが崩れてしまうと、そうですよね、要は何の、さっき言ったけど勝つためにやってますから。そうですよね、そう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 、だから勝つためにここだけじゃなくてもう一コース、もうワンコース、はい、待つ場所があるんです。ほう、どこですか。それは、はい、フォア前です。おお、基本的にはフォア前、このフォア側ですね、はい、フォア側を待つ。なるほど、なるほど。要するに2点、2点だけです。待つって、そうです、2点待ち。そうです、2点待ちです。こうやってやってて、はい、さあいざここサーブ出してまさこっちどうやって打ってくるのかな、本当に入るのかな、うん、大丈夫かなって出してくる人、うん、そう、はい、はい、自分で、はい、そういう人は、そういう人はもうそのままぶち抜きます、うん、そうですね、そのままやられてます。で、もう一つはまさこっちのそういったプレーには乗らないぞって言ったんです。なるほど、なるほど、まさこっちここに出してやってくるから、はい、あえてまさこっちのやりたいことを外そうってしてくるタイプ、うん、っていうのはどこに出すかって言ったらここじゃない場所。そうですね、いわゆるこっち側に出してもらうんです。特に構え方からしてこっちがガラ空きな感じがあるんじゃないですか。そうなんです。で、そこにとりあえず出してくる、はい、なのでそこを待つんです。そうです。で、基本的に出してくるサーブっていうのはさっき言ったようにクオリティが落ちてますから。そうですね、ここに来ようが覇気でだいぶ3割減ぐらいやってますからね。回転量もスピードも3割減ぐらいなんです。そうですね、ほんと3割減ぐらいだった、まあ、ここに来ようが、ここに来ようがしっかり打つ準備をまずすると。なるほど、いうところで使うわけですね。なるほどね。この3ポイント、はい、3ポイント、はい、とても分かりやすいです、ね、3つのポイントを守っていただけると、はい、このノーガードバックドライブっていうのができるようになる。ますます怖くなってきました。そうです。それを知ると、そうです。それ本来も待ってるんだっていうことだ。そうなんです。そんなにバック待ちしてて、ここガラキなんだよ。そうなんです。ラケットここでめっちゃ遠いんですけど。で、グッチー君みたいなタイプは、はい、要はもう慣れてるので、はい、そういうプレー、今日楽しみたいタイプ。そうですね。どちらかというと、ここやってみたら乗ろうって。そうです。あれはこう、出すべきじゃない。空気読んであっちでやらなくちゃいけないなっていう、この謎の意識。フォアマンやればいいんですよ。結構仲いい人だとこっち出してます、うん、ただ、いや、マサコーチのとはあんま仲良くないとか、マサコーチのことあんま知らないとか、初めて対戦する相手とか、やっぱそういったちょっとこう試合を楽しむっていうよりは本当に真剣に真面目にっていうタイプの選手だともう絶対フォアマンです。だから、ま、予測を2点するって僕今言いましたけど、実は一通り試合やって、勝負ところまで試合やっていくときに、もう僕はどっち出してくるかっていうのは分かった状態でカウントする。なるほど、なるほど。いや、確かに、今自分でも考えても、この人はここクロスちゃんと来る、この人だったらフォア前だなって、多分自分もちょっと今イメージできたんで、そうですね。はい、確かに、その山の張り方は、こう普段ここ使い出してくると、多分相当分かってくるんですよね。そうなんです。そう、性格とか。そうなんです。だからラボールとかファイボールとかで出してもしょうがないです。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。その本当のガチな素が出たとき、出るときっていうのは、本当もう最後にやって、最後ポイントのときと。じゃあ、すごい、めちゃくちゃ考えられてるんですね。めちゃくちゃ考えてます。ってことですね。そうです。見せるっていうのももちろん入ってるんですけど、勝つっていうさ、作戦。そうです。そんなもう、なんですか、大胆な作戦出てる人っていないっすね。そうですね。大胆ですね、すごい。新しいですね。まあ、かなり言えば、まあ、サーブ出して、はい、もう回り込んで、はい、もうぶち抜くっていう人、はい、結構いるじゃないですか。そうですね、はい、はい、そうですね、ぶち抜くじゃないですけど、かけるなんか、ね、もう決めて入るじゃないですか。ああ、なるほど、はい、振れば、はい、そうですね。その、要はもう予測して、もうこうなるだろうって分かってやるプレーっていうのは皆さん持ってると思うんですけど、はい、そのプレー内容がフルスイングのバックドライブなのか、普通のドライブなのかの差であって、そうですね、そうです。
基本的な行動としては一緒ってことですね。実際一緒です。一緒ってことですね。山張って、ドライブかけて、そうです。まあ、それがフォアかバックの違いに、そうですね、ちょっと構え方ちょっと構え方するんですけど、本当にいい感じの誘いですもんね。そうなんです。誘いがすごいです。これはもう、誘導ですね。もうここに出してっていうか、っていう誘導。そうです。それか、お前はこっちに来るからみたいな、そのそうそうそう誘導。もう相手はもう、大体こうやって構えて、はい、目があって、はい、相手に似合って笑ったら、はい、絶対こっちです。なるほど。で、はい、こうやって見て、で、相手が笑わないで、はい、こうやって、ああ、なるほど。見ねえぞ。絶対こうやって笑って。ああ、なるほど。まあ、そういう部分でも、しっかり僕は見極めて、もう構えた時点で、こっちなんですよ。大体予測してるって、待ちしてる。だから、あんまりミスがない。そうです。そうです。あんまりその、めちゃくちゃじゃんっていう感じではないですもんね。ちゃんとこう、逆つかれて、ポッポって、はい、入れるしことで入れるし。それ逆つけてないってことです。そういうことだよね。そうですよね。むしろ山になっていたところだったら普通にペンってやられるってこと。そういうことです。すげえ最強の誘いを食らってる感じがしました。すげえなー、やばい、怖い。ありがとうございます。ちなみになんですけど、ちょっと最後にですね、そのまさこっちのその構え方がちょっとなんかなんていうんですかね、ありますか。こういうふうに構えた方がいいよ、なんかそのコツの部分ですね。そうなんですよ。その今これスッと真似するって言ったら結構皆さんそれで人それぞれこう構えるかもしれないし、ほとんどこんな状態かもしれない。はい。じゃイメージ、はい、イメージで、まあ実際僕の構え方としては、はい、さっき言ったように2点、はい、基本的には構えて出さなきゃいけないの で、ね、体はこっち向いてこう構えるんですけど、はい、要は右肩はもう前向ける状態で、左肩後ろ向ける状態、もうこういう感じで完全にバックですけど、フォアに背を向ける状態まで作ります。すごいですね、フォアに背を向ける、はい、すごい、はい、で、あのバックドライブを打つときは、だいたいこの辺を打球点として捉える意識をします。この辺、体の前ぐらい。そうですね、基本的にあんまり引きつけないです。なるべく出てきて、もうこの体の前ら辺で、あ、そうですね、この辺引きつけすぎると詰まっちゃう。そうですね、そうですね、最初からもう取ってますもんね。そうですね、そうですね。もうだからもうここで取ってるので、取るの必要ないですもんね。そうなんです。だからもうそのまま、パンっていう意識を、それじゃあもうバックドライブ振りやすいですね。そうなんです。待ちようできる。そうなんです。そうなんです。だ最初、これ、あんま余談していいですか。はい、どうぞ。もう全然。バックドライブの練習するときに、こうやって練習する人よりも、まずこうやって立ってこうやって練習した方が早いんですよ。打球点がつかめるから。みんなこうやってやると、こう、こういうドライブになっちゃうんですよ。こうやって立つと、こうやってできないじゃないですか。はい、できないです。これ、ここしかないから。ああ、だから空間作って。そうなんです。こうやって打って練習して、で戻ってきても、こうなる。そう。非常に分かりやすい。だからバックドライブ、そもそもバックドライブはこの方が打ちやすい。はい、そうですね。感覚として。そうですね、感覚として。そうです。絶対振りやすいですね。そうなんです。そうなんです。だけど、普通はフォア来るかバック来るか分かんない状況なので、まあ、正面向いて、そうですね。バックだけの距離だったらいいですけどね。そう。フォア回るって。だけど、まあ、今回の場合は、まあ、さらにそれを一周回って度外視して、はい、ここだけこう待ってやるぞっていう雰囲気を醸し出す、はい、その時の構え方はさっき言ったように右肩前に出して、はい、で、あとは右足のつま先が正面向きます。これがこっちに向いて、はい、向こうにつま先両方向いて、はい、こうやって構えてしまうと、はい、さっき言ったようにフォア前に来たときに動けなくなっちゃうんです。ああ、すごい。見てなくなっちゃうんです。確かにそうですね。なるほど、なるほど。この右足が確かにこう、合います。そうですね、見られてこう、こうやってやってるんです、絶対。向いてると、確かにこういきます。出ますね。で、こっち向いてると、さすがにもう無理な領域になっちゃいます。そうです。基本的に、人って、つま先の向きに体って移動するので。そうですね。そうです。だから、まあ、フットワークでも何でもそうじゃないですか。つま、ね、先の向きを方向変えて移動した方が打ちやすいっていうのと一緒で、無意識に皆さんそんな感じでやってますね。そういうのと一緒で、要はフォア前に行きやすくするためにも、はい、まずこの右足の前に出した足のつま先は少し正面、はい、なるほど出た時にフォア前に来た時にそのままこう出ていく。で右足を出して踏み込んで、そうです、フリックするいい場所です。右足前だから結構フリックパッとできましたね。そうなんです。しかもここからバッて動いてのフリックなので、相当体重重心っていうのがボールに乗るので、軽く振ってもデスフリックになる。
実際さっきちょっとプレイ動画やらせてもらったんですけど、はい、いや、スマッシュかと思いました。あのこう、まスマッシュ全然力入れてます。あ、その勢い、勢い、体のこの前に勢いで向かう勢い。まあでもフリックと相性いいですよね。そうです、弾けばいい。そうですね、体つくむ、つくむ。うわ、じゃあそれ、その怖さがあるんです。それ、そのターンがあると思うと。そうです。なかなかこっちも。うわー、で、結局、サーブ出すから結局、あれなんですね。もう、まさかこっちを伺いながら出すしか方法はないんですね。そうなんですね。もう、多分、なんか、何か起こらないでくれって。そうそうそう。もう、願いながら出すしかない。そうなんです。だから、まあ、一回ノーガードバックドライブで、はい、まあ、ここいっぱい、一回バーンとぶち抜けば、はいはい、その人と、次のゲーム、はい、もう一回自分の番で、またこういう機会があったら、次どっち出してくるかってもう分かってるじゃないですか。はい、そうそう、怖ないですか。もうその前にここを出してぶち抜かれてるから、もう次のチェンジコートして、はい、でまた自分が10点の時にまたこう構えたら、その人はこっちの今日同じようちょっと怒らないですトラウマがね、はい、あるから、もう、もう自分は出せないです。そうですね、まずはフォア前っていうのはもう大体わかるから、そのままっていう風にちゃんと見込んでいくっていう準備として、その構えがしっかりとあると。すごいですね。構え方の工夫で、はい、できるってことですね。だから皆さんもね、こう、うん、ノーガードバックドライブじゃなくても、はい、例えばこうやって構えるいやー、厄介こうやって構えるとかして、はい、厄介もう飛びつきとか出さなくちゃいけない状況っすなんかこう、やっべ、フォア出すのもいいけど、でも絶対フォア待ってくるから、どうしようどうしようね、ちょっと時間をこう、そう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 、ちょっとどうしよう、いやでもな、バック出すともったいない気がするな、せっかくこんな相手になるって。そうそう、タコはあと多分もうこうやって待つとかいや、わかる、まあそれでも取れる。そう、そういう風に後ろ待ちして、そうこうやって引いてる、それの練習しといたり、そうやってやっていくと、パターン的にどっち出してくるかっていうのが分かるので、アレンジして、はい、ノーガード系は結構いろいろできる、できる、はい、まあここまで大きくやらなくても、そうです、ちょっとしたものでも効果があるっていう、はい、はい、ありがとうございます。いろいろと教えていただいて。はい。ということで、はい。はい、ということで、マサコーチのノーガードのバックハンド、はい、もう解明しちゃったような。そうですね。もうなくなりました。はい、もう使えないですね。バレちゃった。いやいやいや。この辺に出さないじゃん。そうですね、そうですね。マサコーチ、2点で待ってるから、真ん中出そうって言って。この辺だ。この辺出されたら終わり。